はい、どうも皆さん、こんにちは。今回はこちらの企画やっていきましょう。目指せクランの都週末合戦16点制覇かがじゃんのーケースケ実局のーケースケです。ポンというか、2週間ぐらい前かなからね、始めた企画となっておりまして、まあ、言ってしまったら一人で週末合戦ですね。一つのクランを、まあ、一人で16手前回を目指すっていう、一地区ね、2手前回で、合計16手前回を目指していくといった企画となっておりまして、で、前回ですね、第1回ね、試しに載せたところ、結構好評だったんですよ。もっと見たいですとか、毎週配信お願いしますとかっていうね、リクエストいただきましたんで、今回もですね、一人で、前回ね、19手制覇だったんで、今回もですね、一人で16手制覇できるか、こちらね、チャレンジしていこうと思います。なので、企画動画ほぼ毎日投稿しておりますんで、まあ、チャンネル登録してないよーって方がいますと、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間みたいに公式さんから開発ビルドを開始しての先行プレイ動画とか、チャレンジは攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速、クランの都週末合戦、一人で16点制覇できるのかやっていきましょう。レッツゴー。課金される際は、右下の歯車マークから詳細設定、クリエイターを支援で、クリエイターコード、ケイスケの入力をよろしくお願いいたします。はい、それではやっていきましょう。スケルトンパークですね。あ、ちなみにリクエストの DM いただいたのが、編成組むところとかも見て、見たいですっていうリクエストいただいたんで、ちょっと今回ね、編成組むところから、お届けしていこうと思います。どうですかね？需要ありますかね？嬉しい、編成変えれるところを見るの嬉しいとかって思った方ね、ぜひ、よろしければコメント欄で、教えてください。個人的にはどんどん攻めてる場面で、ね、ポン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 ね、ちょっと長い動画になってしまうんで、ポンポンで攻めてるところ見せた方がいいかなって思ってね、編成組み替えるところカットしてるんですけどね、どうなんですかね。さあ、やっていきます。ペッカとか出していきつつの、ここ壁開けて、あー、ペッカそっち行くのね。なので追加で出していってあげて、施設をね、どんどん壊せて、行ってあげましょう。まあ、基本的にね、まあ、クランの都終末合戦、ドラゴンの崖と、あとはね、バーバリアンキャンプか、と、都の山頂以外はね、施設レベルがね、すげえ高いとかじゃない限り、基本的に大体、2手前回でいきます。で、スケルトンパークはね、初手はね、ペッカホグ、スケラで、攻めること多いです。なんでかっていうと、まあ、あれ、スパジャイ、スパウィズとかだと、面取りにくいんで、面取りにくいんで、だったらまあ、こういう感じでね、ペッカとか、ホグとかでちょいちょい足してってあげて、こう削ってってあげた方がいいかなっていうので、自分はね、スケルトンパークで、バカこの辺で攻めること多いです。で、スケートパークとかね、これ多分テンプレ配置なんて一手前回できる方法あると思うんですよ。あるんですよ。あるんですけど、ちょっとさすがに一手前回ね、ほんと難しいし、難しいんで、ちょっとね、自分はね、逃げに走ってます。ちょっと苦手なんですよね。こう、テンプレ配置でこれ、ね、練習したことあるんですけど。さあ、編成組み替えていってあげて、で、まあ大体に2手目は、ホグですね、ホグスケラで、ね、前回の動画、同様ね、攻めること多いんで、ちょっとね、もう、もう一新して、攻めていきます。で、まあ、スケートの呪文、こういったね、範囲攻撃のところに置いてってあげて、で、ちょっとね、割れ具合みたいな攻める方向、ね、大体決めます。ちょっととりあえず今回、こっち側から行ってみようかな。行ってってあげて、防衛室をね、どんどん削ってってあげます。で、こうユニット出せるね、口をね、どんどん広げてってほしいんですけど、ちょっと、あ、オッケー、いいね。ちゃんと広がってきたね。しっかりと広がってきたんで、ここからね、ホグライダーをね、足していくといった作業になります。で、どうしようか、ちょいちょい他にもね、チラチラと足してっていいかな。いいと思います。ちょっとボムタワーまでの距離がちょっと遠いな。まだちょっとボムタワーまでちょっとユニット出せる口全然広がってない。全然広がってないですけど。まあ、ただまあ、まだ8体、8幕残ってんで、ホグが。まあ、さすがに余裕でいけるんじゃないですかね。多分。あ、でもね、上のボムタワー残ってんだよな。いけるかな？まあ、ちょっと上のホグたちはね、まあ、ちょっとミスってな感じで、ボムタワーあたりまで削ってくれたらいいかな、ぐらいな感じでやっていきます。で、あとは、ま、ちょいちょい小出しでやっていけば、はい、2手前回できるよね、っていう感じですね。オッケーオッケー。はい、スケートパークとかね、まあ、余裕で、2手前回できますね。はい、なのでね、よろしければ、皆さんもやってみてください。ちょっと今度、1手前回できるテンプレの配置出てきたら、一手前回できる方法やってみましょうか。ね、チャレンジで。ね、コメント欄で、やっぱ16手前回目指すんだったら、テンプレ配置で一手前回して、都の山頂3手前回とかの方がいいよ、みたいなコメントいただいたんで、
はい、では、お次ですね、ゴーレム発掘場やっていきましょう。ちょっとね、こう面でね、捉えていきたいんですけど、横にね、邪魔なスピアキャスターとかあるんで、そっちの方向にをね、一旦削ってからね、やっていこうと思います。そう、ロンサン帝国のサトシーさんが、この間10手制覇の動画出して、びっくりし、ビビり散らかしましたね。10手制覇マジすげえだって。あれもね、テンプレ配置を確か、ちょっと、ちゃんとね、フィンランド行く前だったんで、ちゃんと見れてないんですけど、多分テンプレ配置を1手前回してったのかな。してったと思うんですけど、まあ、何地区ぐらい1手前回してるんだ。もう相当1手前回しないと無理ですよね、10手前回。10手制覇って。なんすけど、ほんとさっきも言ったように、まあ、一応こうパラパラってね、出していくんですよ。出していっていただきます。で、ほんとね、16手前回目指すんだったらコメントでいただいた通りね、さっきも話したんですけど、どっかのテンプレ配置を1手前回してって、都の山頂ね、3手だったら、まあ、16手制覇できますね、みたいなコメントいただいてたんで、ほんとどっかテンプレ配置ね、いつか出てきたら、さっきのスケートパークでやりゃよかったんですけど、ちょっと一手前回ね、ちょっとどっかで目指してやっていきたいなっていうふうに思います。さあ、こっから削ってっての、一手目終了ですかね。まあ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 、それなりに削れましたがね。50% あたりまで削れたんで、まあゴーレム発掘場も、これも二手前回、まあほぼ、できますね。よし、組み替えてやっていきます。はい、ここら辺のね、だいたいいつも通りホグスキラです、二手目は。で、広い配置、広めの配置にはね、ホグで、自分攻めること多いです。これも、ちょっと広いじゃないですか。広いんで、ホグスケラでやっていきます。やっぱロケットバルーンだとね、最初の移動速度が速いやつ、切れてしまうんで、広い配置だと、移動してる間にどんどん撃たれてしまうんで、なので、こういう広い配置はね、自分ホグで攻めることが多いです。で、密集してる配置だったら、バルーンで攻めること多いです。はい、なので、こっからね、出していきます。ポンポンつって。削ってって、で、まあ、ホグもね、ちゃんとなるべくね、最初の方は死んでってもらって、スキルともね、生成してもらうっていう感じの出し方でやっていきます。で、さあ、クラッシャーに対しても、出していってあげていけば、さあ、これも余裕で、前回、2手前回できそうですね。さあ、ブラストモン壊してって、ロケット砲もブラストも全部壊れましたよね、といった感じで、はい、ホグも6体ぐらいね、今手元に合わせて、前回できます。今んとこ、順調っすね。ここら辺までは順調なんですよ。こっからなんですよね。まだ、下から順番に、攻めてますね。まだね、余裕はあると思います。はい、お次はバルーンラグーンやっていきましょう。今回のね、配置、テンプル、全然テンプルじゃなくてね、密集してるタイプだったんで、スパビズを選択いたしました。こういう風に密集してて、チェーンがぶっ刺さるなーっていう配置はね、スパビズ、コジョババスパビズのスケラで攻めて、で、スパビズのチェーンがあんま刺さんなそうだなーっていう、そういう配置にはね、ペッカスケラで攻めることが多いです。なので今回はスパービーズでやっていこうと思います。で、スパービーズはまだちょっと初手で、ちょっと手元に、残してます。これスパービーズがちょっと中の方に入っていった時、なんか分断したりとか、ね、どっちの方向にちょっと向かうか定かではないので、ちょっと、足してってあげて、足りない方に、ね、今スパービーズ足してってあげました。で、これで交換にね、ちょこちょこ小城ババを出してってあげて、ターゲットの方ね、取っていってあげます。で、そうすると、はい、チェーンがね、綺麗にぶっ刺さってますね。はい、いや、もう気持ちいいですね、チェーンが。チェーンのぶっ刺さりぐらい気持ちいい。あー、もう奥のロケット砲壊しちゃいましたね。奥のロケット砲もぶっ壊せて。ね、はい、こういう密集してる配置はね、スパービスがもうほんとぶっ刺さって気持ちいいんで。やっていきましょう。はい、楽しいな。楽しい。ちょ、壊しすぎじゃない。ワンチャン一手前回狙えたんじゃない？なんかもっとうまくやりゃ。いや、さすがにちょっと、さすがにちょっと盛りすぎたか。一手前回は。はい。こんな感じで、めちゃくちゃぶっ壊してって、二手に繋げていきます。あー、59% まで乗ってんだ。なんか上手い人だったら一手前回できたんじゃね。まあいいや、はい。ここからホグです。はい。ホグです。もう、まあもう、ホグの勉強会だと思ってください。で、スケラーは適当にロケット砲の方に、落としてってあげて、こっちからね、ホグたちね、出してって、あげましょう。ちょんちょんって言って、各、防衛室ね、こう当てるように、スタンをね、ちゃんと効果的に使ってってあげますと。で、そうこうしているうちに、まあ、足さなくていいな。で、こっちのロケット砲どう？ロケット砲の方、ちょっと、あんまスケートも生成されてないな、余裕すぎて。ちょっと、はい、川を渡れ。川を渡ってけ。グライダー。グライダー川を渡ってけ。はい、ロケット砲止めましたね。
で、右側の方にも、足してってあげていってあげていけば、はい、全開できますね。はいはいはい。ここら辺までは、オッケーオッケーオッケー。全然余裕あります。全然余裕あって楽しいですね。もう本当にクランの都、スケルトンラッシュが出てきてからね、ほんと楽しくなりました。もう大好きになりました。いや、今までも大好きでしたけど、スケランのおかげで大好きになりました。はい、4箇所目、大工の作業場やっていきましょう。今回ね、ちょっとね、入り口の部分がテンプレっぽい感じなんで、左側から、制圧していきます。左側の方がね、ちょっと初手で、こうぶっ壊していきたい施設がいっぱいあるんで、こうやって、入り口をね、広げてってあげていきましょうと。はい、なんかちょっとスパジャイスパビリちょっと適当に今ぶん投げてるんですけど、で、やっていきますよと。で、壁開けていきますよと。で、そうしていると左側面でね、捉えやすくなってるんで、こっからね、スケルトンラッシュをね、打ってってあげて、で、面でやっていきます。左側全然ユニットスパビリ流れなかったな。やべえな。まあ、いっか、いけるかな。ちょっと、思っていた以上に左側、ちょっとスパビリ手元に残しときゃよかった。ちょっと、大丈夫かな、これスパビリ固まりすぎて、ブラストボードが重砲で一網打尽でやられない、大丈夫かな。ちょっと引いてみましょう。引いてやっていくと、まあ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 、いい仕事具合してますねと。はいはいはい、いいですよ、いいですよ。はい、左側はほぼ制圧できそうじゃない。結構ね、スケルトンとかもいっぱいいてね、いいですよ。で、スパウィズ流れていく。で、左側ちょっともうちょい壊してほしいですけどね、なんかあんま伸びなさそうかな。なんすけど、はい、こうやって聞いてみると、結構もう左側の強い施設制圧してって、で、10時、12時、3時ですね、の重砲とブラストボーカーはもうほぼ孤立している状態なんで、2手目の、ホグスキャラでぶっ壊していきますね。ほんとちょっと飽きちゃう、ホグばっかりで申し訳ないですけど、やっぱね、さっきも言ったように広い配置なんで、2手目広いね、感じになるんだったら、ホグスキャラで、やっていきます。さあ行きますよ。ここから、セッティングの方ね、やっていきます。編成組み替えるところ見てみたいですっていうリクエストいただいたんですけど、毎度おなじみなんですよね。映す意味あんのかなってちょっと内心思う。どうすかね、いります、ほんと、ほんとコメント欄で教えてください、編成組み替えるところ。2手目毎回ホグスキャラで同じなんで、ほとんど。いるかなってちょっと思ってます。はい、足していきますと。で、こうやってね、今回は、反時計回り、あ、いや違う、時計回りでやっていきます。で、今回いい感じに右側の方もね、施設壊れてくれて、で、ホグ出せる口が広がってたのがね、ちょっと良かったですね。なので、ここから削ってってあげていってあげて、で、プラストボーにもちょっと当てていきますか。あ、出て、行ってあげて。で、もう下の方向、3時の区画だけなので、もう3時の区画にもこれ、どんどん出しちゃっていいっすね。出しちゃっていいかな。はい、当てていけば全開できるよねっていう感じで。はいはいはい。今のところ、順調に来てます。今のところ、ほんと順調。はい、はい、はい。大工の作業場も2手全開できました。はい、では参ります。続いて、ドラゴンの崖ですね。前回ね、3手かかってしまったんで、今回からそのね、2手全開するとこね、お見せしたいと思います。幸いにもね、ちょっとテンプレ入っちゃったんで、テンプレだったらまあ、2手全開ね、うまくいけば全然できるんで、取り方、ね、知ってるんで、やっていきます。はい、まずはアチャ削りですね。アチャで削ってて、ここ壁開けてって、で、スパドラの基地ですね。ここね、2つね、壊してあげて、スーパードラゴンフリーの状態にしてあげて、で、アーチャー、レイジアーチャーで、これ今、ブラスト棒前、いろいろちょこちょこやってるんですが、そこにね、出していきます。よし、じゃあそしたらね、他ね、スーパードラゴンの基地ぶっ壊していきます。はい。ぶっ壊してってあげて、で、ぶっ壊したらここにブラスト棒にですね、アーチャー出します。で、アーチャー出して、このアーチャーたちでスーパードラゴンたちをね、引っ張っていくっていう流れになります。もう一回ね、ちょっと出していくんですけど、はい。これで引っ張っていきます。まあ、できれば3体目あたりまで狙っていきたい。さあ、行きますよ。ここからね、スパドラ出してってあげて、行って、ちょっとアーチェがちょっと爆弾に、ちょっと引っかかってちょっと痛かったんですけど、さあ、ここから、工場ババとかで、しっかりとね、こうターゲットとか縦にしていってあげて、アーチャーたちで削りの方、やっていきます。で、ちょっと対数、あれだな。まあ、
まあ、ちょ、対空砲と、次の編成はね、スケバレインドラで攻めるんですよ。スケバレインドラスケラで攻めるんで、対空施設をね、なるべく削ってってあげます、こっから。で、ちょっと3体目のドラゴン諦めます。さすがに無理でした。体数足りなかった。で、なるべく対空施設をね、ここから削っていきます。次の編成に備えて、やっていきます。はい、対空爆弾とかね、スパイウィズ対空砲とかね、どんどんね、削ってってあげて、行ってあげて、さあ、ちょっと体数がもうちょい、じゃあ3枠だな。ちょっと古城ババ、古城ババってもう10体ぐらい欲しいんだよな。で、やっていきます。さあ、できれば、まあ、対空砲あたりまで削っていきましょうか。で、スケルトンラッシュはね、これね、2手目に使います。2手目に使う用のスケラです。ちょっと、あれだな、最初から撃っときゃよかったかな。はい。これで、対空砲ね、削り切れたんで、OK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 。削れたんで、こっからね、終了してって、2手目に繋げていくっていう、感じですね。OK。さあ、これで、いいっすね。はい。これでなんかスケルトンがチラチラ出てるんですけど、これで終了と。で、2手目ですね。これまあ、さすが動画にしてるんですけど、自分はね、2手目、インドラの、スケラで、攻めることがいいです。インドラのスケラ、スケルトンバレル5体、ロケットバルーン5体の小ジョバは2体で、やります。で、ただね、ちょいちょい失敗して3手かかるときありますね。ご了承ください。いきますよ。スケルトンバレルでターゲット取っていってあげつつ、インドラとロケットバルーンとかで出してってあげて、で、ここのスパドラね、やっつけていくんですよ。で、ここをね、壁開けしてってあげると、いった流れですね。はい。はい。こんな感じでね、処理していきます。で、さあ、次、4体目のスパドラか。4体目のスパドラもこれ倒すために、スケバレでターゲット取って、インフィオドラゴンを出していきます。大丈夫かな？インフィオドラゴン、竹取られてない？大丈夫そうっすね。で、やっていきます。さあ、これで、上の対空砲壊してほしいな。で、今集中してます。すいません、黙ります。さあ、次の、スーパードラゴンも処理できそう。黙ります。はい。はい、壊してるね。いいよ。で、ラストのスパドラ。次、ラスト。で、ここの対空爆弾嫌なんですよね。ここの対空爆弾めちゃくちゃ嫌だ。めちゃくちゃ嫌だ。で、上のスーパードラゴンに対して、うん、オッケー。向かってますね。で、対空爆弾がむちゃくちゃ嫌なんですけど、だから早くぶっ壊してくんね、誰か。誰かぶっ壊してくんね。ぶっ壊してくんない？で、やっていきます。さあ、で、これでスーパードラゴン全部処理したんですけど、ちょっとね、懸念点が出てきましたね。ちょっと対空砲が2枚、まだ2本残ってるんで、ちょっと使いすぎたかな。インドラ6体も入れなかったから、次から5体にしようかな。次から5体にして、ちょっとロケットバルーンかスケルトバレルちょっと1枠増やしたいですね。で、これちょっと厳しい、やばい、ちょっと待って。2手前回できないかもしれない。2手前回できないかもしれない。この奥のラストの対空砲がめちゃくちゃ嫌だ。ちょっと使いすぎた。やばい、ちょっと待って。3手前回だったんで、今回こそ、ちょっと2手前回目指したいんですけど、いけるかな？ちょっと手元になんかインドラ残ってたんで出していきます。いや、これ、ロケバルの方が良かったかもしんないなぁ。どう？あー、死ぬな。死んで。残りインフェドラゴン2体。どうだ？いけるか？いけるのか、これ。どう？いや、いけるか？いけるね。いける。あっぶねー。あっぶねー。ギリギリなんとか、2手前回できました。ケースケ実況局では、ただいま、クランメンバーを募集しております。詳細は概要欄に貼ってある、クランメンバー募集の動画をご覧ください。ではでは、お次はですね、ウィザードの谷にやっていきましょう。いや、ちょっとね、さっきドラゴンの崖ギリギリ2手前回できてね、ちょっとほっとしてる自分がいる。でも気は抜けない、気抜いちゃいそう。やばな、気抜いたらね、終わりですから。で、スケラを打っといてあげて。あ、そっか、ちょっとスケルトンバレルこれあれだな。ちょっとこれ2枠もいらなかったな。なんで俺これスケルバレル2枠持ってきたんだろう。まあいいや。今回ね、この中、中心部分全然壁で区切られてないんで、ちょっとスパババ多めで、やっていこうと思います。古城ババだとね、変な方向に向かって、ウィザード谷で、古城ババ多めだと変な方向に向かっちゃって、スパババの、を守れなかったりするんですよ。なので、なんかウィザード谷の時はね、ちょっと古城ババ少なめ、スパババ多めにしています。今なんか、あれだな。
二郎系ラーメンのコールみたいな感じになったな。スパババ少なめ、あ、違う、小ジョババ少なめ、スパババ多め、なんか二郎系ラーメンのちょコールみたいな感じになってるんですけど、やっていくと、はい、まあビザの谷はね、こんな感じでね。ああ、でもなんか思ってたほど進行しなかったですね。なんか思ってたほど進行しなかった。まあ 46% までいってるんでいいでしょう。で、久しぶりにホグスキャラやりますか。なんかドラゴンの崖一回挟むとなんかすっげー久しぶりに感じするの俺だけかな。なんかめちゃくちゃ久しぶりにホグスキャラやる気がする。なんか一回ドラゴンの崖ってめちゃくちゃ時間かかるんですよ、リテ前回狙うのに。だからめっちゃ久しぶりにやってる気がすんな。で、ラスト一発なんか適当に言っとくか。どうしようか。適当に言っとこう。で、ホグどっか出そう。何も考えてない。とりあえずもう、出しときゃいいだろ。とりあえずもう、ウィザルタには、そんなに強い地区じゃないんで、なんか、もう、適当にホグスキャラ作って、で、攻めたりしますね。で、やっていくと。で、どんどんね、縮小していくと。ユニットと出せる位置、なんかあんま広がってないな。あんま広がってないな。ちょっともうちょい広がってくんね、なんか。もうちょい広がってくんね。広がってくんね。ちょっと重砲に当てていきたいんですけど、ちょっと遠いな、重砲まで。重砲までちょっと遠いんですけど。広がったね。で、出していきますと。いった流れですね。はい、やっていけば、前回。ちょ、思ってたほどホグ使ってんけど大丈夫かな、これ。まあ、いけるかな。思ってたほど。いや、スパービズとか見るし、なんか罠固めたったら、いや、結構食らうぞ、これ。大丈夫か？大丈夫これ。大丈夫か？なんか、ホグみんな赤ゲージなんだけど。大丈夫かな？はい、やっていけば、ちょっと頼む。まあ、でもいけたでしょ。さすがにいけましたね。あ、危ない、ちょっと油断した。ドラゴンの崖で、二手前回できて、ちょっと油断しましたね。あー、危ねえ。あー、危ねえ、危ねえ。はい。今のところ順調に2手前回できております。さあ、都の山頂まであと1地区ですね。バーバリアンキャンプ、やっていきます。前回の、動画では3手前回かかってしまったんで、今回はちょっと2手前回目指していきたいんですけど、ちょっと施設レベル高いっすね。施設レベル高いし、ちょっと待って、スキャラどこに打とうか、ちょっと一瞬迷ってるんですけど、適当にまあ打っていってあげて、ちょっと今回2手前回目指したいな、さすがに。なんですけど、バーバリアンキャンプってドラゴンの崖の次に強い地区だと思ってるんですよ、俺。強い施設がいっぱいあるんですよね。強い施設いっぱいあるんで、結構ね、施設レベル上がるともうほんと、3手かかっちゃうと、こと結構ありますんでね。ちょっと慎重にやっていきたい。で、今回はあんまり密集してないんで、ペッカ小乗馬まで、やっていきます。で、壁もね、そんな区切られてるわけじゃないんで、スパババをちょっと足しました。今回は。それがどのように、やってくれるか楽しみにしていきましょう。さあ、どうでしょう。ね、はい、こんな感じでね、密集してないと、スパビーズのチェーンがね、全然ぶっ刺さんないんですよ。ぶっ刺さんないんで、なので、だったらペッカでいいかなと。で、広い配置じゃないですか。広い配置だと、やっぱその分火力が薄いんで、ペッカもね、移動してる間、こう集中砲火も受けることなくすぐに死なないよねっていう、そんな攻め方に、なります。広い配置だとね、こう、スパビーズが横打ちされたりとかして、死んじゃったりとかするんで。はい。なので、これ 40% か、もうちょい壊してほしかったな。いや、42% か。これ、いや、待って、今回も3手前回かかるから、これ。ちょっと待って、ホグで行った方がいいよな、やっぱ。広いんで、ホグでちょっと行こうと思います。やばい、ちょっと待って。ほんと、バーバリアンキャンプ、ちょっと待って、今回もちょっと2手前回かかるかもしんね。施設レベルも結構上がってるんで。さっきのドラゴンガキとかさ、対空砲やっぱ、施設レベル上がってなかったんで、インドラで削り切れたっていうのもあるんですけど、やっぱ施設レベルって大事なんだなっていうのがほんとわかります。で、まあ、適当に言うとか、この適当に言うとかがよくないと思うんですけど、いつも思うんですけど。さあ、ちょ、まあ、慎重に やっていきましょう。慎重にホグちょっと当てていきます。で、スタンでこうやってね、止めていきますよと、言って、どうだろうな、いけるかな、ちょっと待って。火力、広い配置なんで火力が高くないんで、そんなホグしにくかったりとかすると思うんですけど。いやー、ちょっとホグ足りなくなってきそう。どうだ、いけるか。ボムタワーがまだ奥に2つあるんですよ。これが結構嫌だ、今回の配置。
ボムタワーがね、壊しにくいところにある。序盤で壊せないの結構きついんですよね。いやー、これね、どうだ、ちょっともう、ホグあんまり出しすぎない。待って、ロケット砲は壊したの、大きい。ロケット砲壊したのでかいんで、ここか。いや、ボムタワー2つあんのに辛いな、ここから。いけるかな。早めに壊してほしい。爆破にあんまり、ちょ、2つとも巻き込まれてたら絶対ホグ死ぬんで、はいはいはい。別々で壊していきましたよ、と。で、ホグ残り2体。いるんで、まあ残ってる施設はもう廃校行き施設ないんで、さすがに行けると思います。さあホグまとめ出ししてってあげて行けば、さあギリギリっすね、ギリギリ行けたでしょ。さすがに、さすがに来た、はいはいはい、来た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 、オッケー。前回3手、前回3手かかってたドラゴンのガクタバーバリアンキャンプ、今回はね2手でなんとか全開できました。オッケー、これはでかい。16手前回見えてきましたよ。いやでも、都の山頂な。あーやっぱね、都の山頂さんも3手前回かかるかもしれない。やっぱどっかで1手前回しとかないとやっぱきついかもしれないですね。いやでもわかんない。2手前回頑張りましょう。はい、じゃあ行きましょう。初手はね、いつも通り、小序ババ、スパビズスケラでやっていきます。で、壊し具合を見て、編成をね、決めようと思います、今回は。だいたい2手目はホグで行ってたじゃないですか。ちょ、壊し具合を見て行こうと思います。いやでもね、今回ね、攻めるね、宮川さんとね、施設レベルもね、ちゃんと上がってて、ちゃんとね、組まれてるんで、2ていけるかなはい、これぐらい高いんですよ。これぐらい結構高いじゃないですか。あ、まあ、でももう15はそんな上がってないのか。いやでも施設レベルそこそこやっぱ上がってるんで怖いな。で、入り口が広がったんで、こっからね、小序ババスケラをね、やっていこうと思います。小序ババスパビススケラで。はい、やっていってあげて、で、あ、そうか、スパドラの、ちょ、待って、スパドラの、キャ、待って、あ、待って、スパドラが、ちょっと、スパドラで、結構スパビズやりたいなって、今。ちょ、待って、チラチラと、ちょっと出してってあげて、スパビズは7杯でお願いします。7杯でやっつけてってください。で、ちょっとスパビズがね、スパドラで結構やられてなかった、今。2体ぐらい死んだよね。さあ、ここからスパビズのチェーンもね、いい感じに入ってって、いや、小序盤は出しすぎたな。右側のちょっとスパビズターゲット取られてる。いや、ちょっともったいない。いけるか、これ。いやー、これちょっと死ぬ。いや、思ってたほど伸びなかったな。ちょっと良くなかった。良くなかったかな。これ2点目、そうだな、こっちは、バーンと、いや、ワンチャン狙おう。ワンチャン狙おう。ちょっと、ホグはさすがに無理。ホグはさすがに無理だと思うんで、ちょっと待って、微調整してやろうと思います。そうだ、小序盤はちょっと増やすか。で、これでもうワンチャン狙うしかない。ワンチャン狙います。ワンチャン狙います。ワンチャン狙っていこうと思います。さすがに、ちょっと待って、スケラどこに言うと。ちょっと、いや、こっち打とうかな。いや、ちょっと奥に打つか。奥に打っといてあげて、行きます。で、こっから行きますよ。さあ、2手前回慣れるか、できるのか、ケイスケ。いや、ちょっとね、思ってたほど壊せなかったんで。もうワンチャン狙う。もうスパビズのチェーンとかでワンチャン狙っていくわ。待って、重砲にターゲット取られてんな。危ねえ、死ぬとこだった、スパビズ。で、やっていきます。さあ、いけ。いけ、もう壊せ。待って、ブラストボード死ない結構。オッケーで、やっていく。で、待って、真ん中の、スパビズ死んだ。ロケット砲にやられた。あ、そっか、ライトニングターゲット変えておきゃよかったか。いや、ちょっといろいろミスったな。いろいろミスって、言ってくれれば。いやー、思ってたほど、やっぱいけない。いけないか。さすがに無理。さすがに無理でしょ。いや、やっぱ無理か。くっそー。そうだな。やっぱほんとコメントの通り、どっかの他の地区でテンプレ配置行って前回してからの、を狙わないと、やっぱ16手前回さすがに無理かな、一人で。都の山頂はね、やっぱ2手前回ちょっとほんとよっぽど弱い配置じゃないと無理かもしんない。いや、悔しいな。いやー、ここまで2手前回できてたからな。いやー、また来週、再来週、好評なようだったらまたやります。ぜひ皆さん、グッドボタンと、あとはチャンネル登録、コメントの方よろしくお願いいたします。ほんと高評価がまた多かったりしたら、コメントがね、また好評だったらやろうと思います。いやー、悔しい。いやでもね、いつか絶対16手前回これできますよ。今回17手できたんだから、今回はもう
ね、今回17手だったんだから、ずっといつかね、どっかの地区行って前回練習しときゃ、16手前回できると思うんで、またね、やっていこうと思います。はい。なので、ここら辺、いつも通り、はい、流れ作業でやっていきます。流れ作業で。はい。ほんとね、皆さん、最後まで見たよって方、どれくらいいらっしゃいますかね？よろしければコメント欄で教えてください。いつもね、動画内で聞いてます。ほんと最後まで見てくれると嬉しいんで。最後まで見ました、ケイスケさん、面白かったでーす。というね、コメントお待ちしております。ぜひ参考にしてくださったら嬉しいなというふうに思います。結構ね、なんか前回の動画でも参考になりましたというコメントで結構いただいて嬉しかったんですよね。ほんと、少しでもね、参考になれば幸いかなというふうに思います。こんな感じでね、ほんと、施設レベルが上がってなければ、配置もそんな強い配置じゃなければ、全然ね、2手前回、都の山中以外はね、2手前回、取ることできますんで、よろしければ参考にしてみてください。そしてね、またね、この企画、やるかもしれませんので、楽しみにしていてください。